どうも皆さんこんばんはです。森蔵です。水槽が増えました。真ん中に映ってるやつ、バックスクリーンを背面と左側の側面に貼ってます。使う底砂はデナリの黒いやつです。さて洗っていきましょうか。汚れが全く出ませんね。これ一回も水かえてませんよ。すごい綺麗でした。横30センチ、奥行き30センチ、横60センチ、奥行き30センチ、高さ23センチの漏水槽です。出来上がってる水で立ち上げていきましょう。隣の水槽の水をもらいます。フィルターのスポンジも流用しようと思ったんですけど、このスポンジフィルターですね。なんか手前のスポンジすり減ってるね。丸まってるし、なんか穴みたいな開いてる。なんでこんなすり減るんでしょうね。エビにつまつまされてすり減ったんですかね。穴開いてますね。これは使えないです。せっかくバクテリアがいっぱいついてるんですが、テトラのダブルブリラントフィルターと、それからテトラの AT30 外掛けですねをフィルターにします。なんですが、しかしなぜか泡がすごいですね。これバックスクリーン貼った時の洗剤が拭き切れてなかったんですかね。結構丁寧に拭いたつもりなんですが、ほんのちょっとでも洗剤が残ってるとこうなるのか。ビデオ撮って、このままでは生態を入れにくいので全換水します。またシープ水を使ってます。2回全換水して、まあ泡の出方は落ち着いたかなって感じですね。右側のフィルターと同じ感じの泡に、念のため頑丈なパイロットフィッシュを入れて観察したいと思います。まあエビはね、洗剤とかにも弱いかと思うんで、赤ひれですね。赤ひれを入れてから2週間ぐらい経ちましたかね。特に調子悪くなることもなく、4匹とも元気です。なので赤ひれを他の水槽に戻してエビを入れたいと思います。茶ゴケが少し生えてますね。エビはこの右側のコリドラス水槽からレッドチェリーシュリンプを連れていきましょう。それから流木に活着した水草もここから持っていきましょうかね。
黒いバッグに緑の水草が生えますね。対比が美しい。真ん中にジェックスのスリムフィルター M を追加しました。テトラの AT30 より静かですね。まあこんな感じで、この水槽は特別なことはしてないんですけども、なぜかレッドチェリーシュリンプがどんどん増えていて、レッチェリーってそんなもんなんでしょうか。今までの水槽ではなかなか増えてくれなかったんですけど、この水槽だけでは調子いいですね。隣の黒い今立ち上げてる水槽でも増えてくれるといいんですが、まあ一応水温は一緒ぐらいと思うんですけど、水質はゆっくり合わせていこうと思います。こんな感じで、入れました。手前が他の立ち上がってる水槽から付け替えたスポンジで古いやつ、奥は新しいスポンジです。色がちゃいますね。落ちるエビもなく、みんな元気につまつましております。流木付きのミクロソリウムを追加で入れました。放卵個体ですね。数日後を見てみるとハッチアウトしてました。この個体は少し透明ですね。ベルベットブルーシュリンプを10匹買ってきましたけども、1匹にエビやドリモがついていて、すでに袋の中で落ちていました。水合わせです。入れました。残りの9匹は元気です。エビやドリモに寄生されたエビはショップの袋の中で弱っているところを他の個体につまつまされて、プラケースに開けた時には星になってました。でエビやドリモも食われてなくなってました。エビやドリモを動画に収めたかったんですけど、袋の中で他の個体が食べてしまってなくなってました。エビやドリモをエビが食べるっていうのはなんだか意外でした。感染が広がらなければいいんですけどね。この個体はほぼ透明ですね。右側の レッドチェリーシュリンプと南沼エビが交雑してるのかな、この持ってきた元の水槽で。綺麗ですね。で調べてみたら、エビやドリモって藻類の緑藻なんですね。藻類が甲殻類に寄生するっていうのが意外でしたね。で少し調べてみると、完全遮光して光合成させなくしたら藻が弱ったとか、バイコムのアルジガードが効いたとかいう情報が
ネットに転がってました。藻類ならオキシドールも効くかもしれませんね。この子は紫色ですね。これもレッドチェリーシュリンプと南沼エビの交雑個体ですかね。この水素でチェリー系のチェリーシュリンプがうまくいったら再度レッドビーシュリンプに挑戦したいですね。レッドチェリーシュリンプのチエビです。ハッチアウトしてました。しかしレッドビーシュリンプはソイルじゃないと厳しいんかな。繁殖まで考えるとこの水槽はデナリの砂と外掛けフィルターの、中には純正のロゼしか入ってないんで、水質がレッドビーシュリンプに向いてるのかどうかがね、謎です。餌を入れました。エビ団子ができていますね。もう少しで夏休みなんで川エビをガサってこようかなと思ってます。また取れたらガサガサ動画を上げたいと思います。川のエビも色彩変異が多くて楽しいんですよね。真っ赤なやつがいたり真っ青なやつがいたり、まあ、今までなかなか長生きさせることができなかったんですけど、レッドチェリーシュリンプに抱卵個体がいますね。ベルベットブルーシュリンプも繁殖してくれたら嬉しいんですが、ではどうもご視聴ありがとうございました。